で、その先に実用高校行くんだけど、この選択肢は望んで行ったのか、他に行きたいとこがあったのかっていう。いや、望んで行きましたね。うん、私立とか強豪校に行くっていう選択肢はあったんですけど、うん、あんまり行きたくなくて。それはなんか理由があったの？寮にはまず入りたくなかったんで、寮は嫌だなっていうのと、うん、まあ、上下関係嫌だなっていうのと、うん、まあ、家から通いたいなっていうのがあったんで、うん、公立、お金もかかんない方にしようっていう。うんうん、そこまでのあれがないだから。まあ一応入る前の年は神奈川県決勝まで行ってる、うん。だからまあそこそこ強いのかなと思って入ったんですけど。うん。よかったです。レベル感っていうか肌感的なもんで、実際どうだったんですね、選手たちその当時。1年生の時はやっぱ3年生とか怖いじゃないですか。うんうん。あんま絡みたくなくて。うん、でも一人だけ3年生とかの方に挙げられてて、めちゃくちゃ嫌だったっていう。え、先輩後輩結構あった、やっぱり。まあ、高校サッカーなんで、一応、先輩から走らされたり。うん。まあもうあるあるですね、それはもう。目つけられるタイプ。全然そんな。そこまで目つけられないように。あんまり表に出ないで、前に出ないで。前に出ないで、消してましたけど、うん。でもそこまで言われるキャラではなかったです。ああ、本当に？1年が走るんだから、お前も走れよ。ああ。プレイでなんか、お前なんか生意気なんだよとか、そんな変なことを言われることはなかった。プレイで生意気はなかったですけど、うん、入りたてトップ上がった時とかは、めちゃくちゃなんか言われましたね。まあ、出てる選手っていうより出てない選手とか 1.5 軍の選手、先輩方って結構いろんなストレスを抱えてるんですよ。だからなんかプレーに対していろいろ言いたいんですよ、自分の立場も含めて。そういうのめちゃめちゃあるあるなんで。1年入った時の結果ってどうだったの？その出てましたけど、うん、選手権予選は16も行ってないと思います。3年間で一番良かった成績って？選手権は本当に32ぐらい。その時ってプロとか意識してたり？いや、全然無理でした。全然全く県32なんですか。まあ、チーム的にはそうかもしれないけど、伊藤選手の意識的にいつかっていうのもまだなかった。いや、でもいつかなりたいっていうのはありましたけど、うん、高校では 100% 無理だったんで、うん、大学をどうしようっていう感じでした、うん、同世代で活躍してる選手たちいたと思うんだけど、そういう選手は意識したりしてた？ユージは高校も一緒で。あ、そうなの？でもユージはユースで、あ、しかもトップで3年、高3年で試合出てたりしてて、ライバルっていうかも全然、その時は、すごいみたいな感じで。あ、もう悔しいとかそういう。悔しいとかなかったっす。あ、もうすげえみたいな。結構刺激にはずっとなってたって。そうですね。あっちはもう、なんで、強高校サッカー。県32のやつが大体にしてないです、うんうん。こういうあったの、その当時も。まあでも同じ高校なんで、うん、特別仲良くなかったですけど、うん、ユースはユースってあるじゃないですか。あるね。あるんですよ。高潔で、うん、試合行ったり。わかります。わかりますよ。俺はサッカー部なんで、サッカー部のやつらと仲良くした。うん、まあユースとあんまり絡みはなかったですね。まあプロになってから話したりします。うんうんうん。もう1対1って捕まえてって言ったんだけど、まあそれ以外になんかこう、高校時代特にこう、強化してたっていう。高校時代が一番に1対1をやってて、朝練とかはないんですけど、うんうん、仲いいやつと朝めちゃくちゃ入っていってくれるので、ゴール蹴ったりしてました。どういう1対1なの？シンプルにパスして落としてもらって1対1。うん、でも場所決めたりしてやってましたね。スペースありすぎたら、あ、まあちょっと攻撃有利だもんね。圧倒的有利なんだ。うん、